さて、ここからは井川慶のピッチング論についてですね、はい、伺ってちょっと締めくくりたいなと思いますけれども、まずもう大冗談からの質問です。ピッチャーたるもの、何を持ってマウンドに行かなきゃいけないか。自分は一番大事なのは準備っていうか、やっぱ準備が一番決め手だと思いますね。そこの準備をしっかりしなければやっぱり結果も出ないですし、その準備の仕方が間違ってても結果出ないので、準備といっても、はい、まあ、ウォームアップ的なフィジカルな準備と、はいはい、あと今日対戦する相手の、まあ、情報系のものとあると思うんですけど、はい、これは両方ですか？両方ですね、はい、もう全ての、スキル、フィジカル、メンタル全部合わせての準備です、ね、なんかさ、俺が井川慶で186センチもあってサウスポーでうなる球持ってたら、もう準備、そんなの大丈夫だ、マウンド行ってヒャッてやればなんとかなるよっていうさ、なんかそういう感覚であってほしいかなみたいな願望もあるんだけど、そうはいかない。いや、もう自分はもう自分で多分才能が本当プロ野球選手の中ではないっていうのは分かってるんで、まあ、やっぱりそういう準備のところで勝たなきゃいけないなっていう意識ではずっとやってました。これもうちょっと食い下がるけど、プロとしてはやはりそれが条件みたいなことですか？そうですね、まあ、たまに天才的な方はいらっしゃいますけど、やっぱり長続きしないっていうか、やっぱりいろんな情報、いろんな、ものを持ってないと長くは勝てない。具体的に例えば相手の対戦するバッターの情報っていうのも、はい、まあ、掘ればいくらでも出てくるでしょうけど、はい、試合に当たって持ってくれるレベルでいうと、はい、どういう要素ですか？ここが苦手とかここが得意とか、はい、まあ、球種とかいろいろあるでしょうけど、はい、どういう感じのもの、はい、自分はもう試合前はその相手チームの得点パターン、どうすれば向こうが得点してくるかっていうパターンを見極めて、そこを潰しに行く。でやっぱり得意不得意はもちろん選手でいるんで、そこを、まあ、得意な選手、自分が得意だったらそこをしっかりアウトボールと、で苦手だったら、まあ、まあファウルでも何でも、ね、あの1人出す分には平気なので、そこをうまく避けていくか。そういうことか、はい、ああ、でもそれはかなりこう、なんていうかな、プロのやり方だなっていうのが分かるね。だって打たれたってピッチャーいくら打たれたってホームベース踏まれなきゃ、別にノーヒットノーランはできないけど負けないですもんね、はい、例えば当時の中日で言ったら 1,2 番洗い場がいて、クリーンナップに立浪とか福留がいたら、得点パターンは洗い場が出てごちょごちょやられて、スコアリングポジション行って立浪や福留を迎えると一番得点パターンが高いから、そうならない、そうですね、展開をどう作るかっていう。そうなんですよ、当時中日だったら、井端さんか新井さんをどっちか一人取る、で一人ワンアウト取る、で次の、まあ、立浪さん福留さんは、まあ、左なんで、まあ、やっぱり一人どっちか取る、で、あと外国人は、まあ、後ろの状況っていうか、後ろが弱ければ後ろで回して勝負するか、まあ、ランナーが詰まってたらもうあのボール球で出しに行くとか、まあ、そういうやり方をして、肉を切らして骨を断つはちょっと違うかな。だけど多少の痛手はあっても、はい、それは一番大事なところを潰せば、はい、まあ生き残れるというか勝てるというか、そんな感じですか？はい、もうとにかく大量失点が一番の敗の原因になるので、まあ、1、2点は先発なんで、まあいいとして、どうしたらもう本当傷口広げてしまうかっていうのをこう考えながらそこを潰していく。例えば中日の流れでいくと、はい、あの頃でいうとタイロン・ウッズなんてものすごい長打で一発で決めるバッターもいるじゃないですか、はい、ホームランバッターだともう一人で決着する力があると、はい、これはこれでまたどう対処するかっていうこと。そうですね、前にランナーがいなければ、まあ、単打もいいですし、別に歩かしても後ろに取ればいい。はい、ですしやっぱランナーが詰まった時のタイロン・ウッズは怖いので、まあ、そうなんないように前で潰しよう。そうか、これは勉強になるな。なんか点じゃなくてこう線で捉えて、はい、続かないように寸断していくっていう。そうです、
連打がやっぱり原因になるんで、作業してても連打もどこで潰せるか、で、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、チームで何人かこうアウト要因って言ってるんですよ。アウト取れるんです、はい、すいません、私なんか完全にそのタイプでしたけど、アウト要因ね、アウト要因、もうそこで分かってるわ、アウト要因、はい、アウト要因はしっかりと、アウト要因出してしまったらもう傷口が広がってしまうので、そうだよ、ね、はい、それはそうだ、はい、流れのスポーツだからね、はい、力で出具合で、あいつが出るならいけるぞみたいな流れになりかねないもんね、はあ、これは勉強になりました、おう、なるほど。あとでもその言葉で言っちゃうとアウト要因、まあ、アウト要因はアウト取れそうな感じだけど、その大事なところでどっちかを潰すとなると、はい、結局はでもそこはやっぱり局面的に個々の攻め方がどうしてもあるじゃないですか、はいはい、それはまたそのバッターに対してどう攻めるかは当然あるわけですよ。そうですね、はい、うん、でまあやっぱり弱いとこ強いとこと、うん、まあ全部データは打球の強さとかは出てるんで、うん、まあ、イメージでこれだったら打ち取れるっていうのをしっかりと持っておく、うん、で、もしカウントが悪ければ逃げる、うん、良ければしっかりと打ち取るっていう感じにはしてます、うん、そういうことか。カウントで結構左右されるんで、うん、結構ちょっと俺が言ったら怒られてるんちゃうけど、生意気ですけどめちゃ考えてますよね。あ、力がないっていうのは自分で分かってたんで、うん、やっぱそういう、 こうバッターの心理というか、うん、カウントでいかに早く追い込めるか、うん、でいい状態で勝負するかっていうのは考えてます、うん、なるほど。あとはまあ K の場合球種でいうと、はい、ストレート、スライダー、はい、まあ時々投げるカーブ、あともう前世の頃はもう伝家の方とチェンジアップ、はい、今から言うと、はい、球種少ないですよね。少ないです、はい、うん、これでももうこだわりのボール、一番のこだわりのボールは何ですか。まあ、っすぐチェンジアップですね。まっすぐチェンジアップのコンビネーション、はい、そうですね、うん、まあでもまっすぐでも、うん、力の入れ具合で全然違うんで、うん、何種類もまっすぐを持っていくのを考えて、あとチェンジアップも空振り取りに行く、うん、でストライクだけ取りに行く、うん、分けながらやってます。何気に言ったけど何種類もストレート持っておくっていうのはもうちょっと教えて。まあ、正直普段全力で投げないんですよ。まあ7割7割8割、まあ、バッターによって力加減を変えるんですけど、バッターの打ち取れる加減でやっと、でピンチになってから、まあ、ギアを入れ替えて、まあ、見せてないボールを使うっていう感じですね。まだ現役の少年野球から、まあ、いくつまででもいいんですけど、ピッチャーの皆さん全力で投げないんですって。基本的には7割8割ぐらいで、そうですね、曲げてる、全力で投げるとこう武器が少なくなってしまうというか、あと緩めるだけなんで、うん、最初から緩めとけば、うん、ここっていう時に見せてない球は投げれる、はい、その武器はもっと保険で、はい、そうか。それとチェンジアップは、はい、これでもバッターややこしいんだよね、あのボールはね、うん、はい、まっすぐのように見えますからね、はい、うん、これを持ってたのは井川慶は大きいですか。大きいですね、やっぱり意識してくれますし、うん、チェンジアップやっぱり低めでなかなかヒットにはできないですし、うん、長打は食いづらいんで、うん、便利な球でしたね、うん、もう、まあ、あとスライダー、はい、スライダーはどうだったんですか、自分では。スライダーは、まあ、日本人選手は結構スライダー、反応良くて、うん、まあ、あんまり決め球には使えなかったんですよ。カウント球とか、うん、やっぱりまっすぐ一本で打たれてしまうので、そこにちょっと曲げるという球の意識でやってましたね。日本の場合はそうでしたけど、これがメジャーだと逆になりました、ね、うん、やっぱりスライダーの方が打ち取りやすい。チェンジアップはやっぱりみんな投げるんで、うん、少々のこう甘めだともういかれてしまうっていうのが多かったんで、結構スライダー中心に投げてましたね。いろんなところでおっしゃってるよね、受けたチェンジアップは絶対見逃してくれないっていうか。そうですね、うん、日本人は結構ミスショット多いんですけど、うん、やっぱり外国人はそれがうまいですよね。これはもうあの歴史というか野球のそれこそ違いだね。そうですね、向こうはあの
カーブとかそのフォークとかじゃなくて、チェンジアップ投げないピッチャーじゃないですもんね。そうですね。どっちかって言ったらね、はい、だからもうチェンジアップに慣れてるから、そうですね、対処法も含めて動きが分かってるからですよね。はい、